だからファッションってあの尊いもんなんですよ。時代性と着手側の内面を映し出すもんなんで。だから流行り物を何でもかんでもさ、こう取り入れはいいってもんじゃない。高級ブランドを何でも着れいいってもんでもないのよ。時代の空気をか。これ見て、あなたもよく聞いておいていただきたいんですけど、ファッション雑誌を一生懸命見て、この春夏のベスト5、マスト5なんてそんな覚えるんじゃなくてさ、時代に生きてきゃいいんだよ。時代に生きると時代の空気、これをどんどんこう自分にいぶすわけだよ。ただ今の時代が自分にこう、自分にほらこうなんていうの、こう匂いがつくというかさ、そういうもんなんですよね。はい、今日はここまで。